うん。あ、でもなんかちょっと落ち着いたか？ん？なんだこれ？食われてる。あ、多分ガーピードって読むみたいですね。なんかピードってのが足とか、うん、セントピードってのがムカデらしいんで、ガーピードっていう生き物なんだこれ。の死体だって。なんで？お前もこうなるぞ的な。誰かそういうあのでかい虫を、多分あの横断っていうか縦横無尽にグネグネしてる大きい音出して動いてるやつですよね。うわ、なんだこれ。どっかでも見たことあるぞこれ。多分当たったら、あ、当たれないのか。あー、あっちなんかやってるけど、ダメだ、いけない。はあ、あそこ通ることができるようになる何かも多分得得するんでしょうね、いつかは。とりあえず下行けるっぽいから行くけど、あれ？下は行き止まりだ。これがあるだけか。と、ガーピードの死体だけ。なるほどね。なるほどねって何がなるほどねなんかわかんないけど。だからこの死体ですよね。ちょっと早い。はい、あ、しまったしまった。全然見てなかった。今視線は完全に上の方に行ってたから、このことが見えてなかった。あー、こうか。こんな感じ。とりあえずここを抜けるしかない。ここは早めに抜けた方がなんか視覚的にも耳的にも良さそうだ。上行けるのかな。よし、わかった。行くぞ。よっ、 OK。なんか道見落としてそうで嫌なんだよな。いいよっと、上。ちょっと静かになった。で、どこらへんここ今。ふんふんふん、ちょっと一応進んではいるぞ。あ、これもしかして、うわー、カチカチパターンだ。見ればわかる。よっ、やばいやばい、修正しろ。やばいやばい、あ、しろしろ、一回返して。やばい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 、めちゃくちゃ失敗した。ちょっと待って、いやいや、できるはずできるはず。ザッてって、できたもん。ちゃんと冷静になればね、できるよね。よっ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 よし、いいぞ。あー、嘘、やっちゃったこれ。あー、ちょっとむずいかも。死ぬ可能性すらある。よっ、こうだ。あー、いけたいけたいけた、よかった。まだ続く。ちょ、休憩できる？ここ、一回休憩できそう。あ、なるほど。ちょっと敵は出てくるけど、ソウル集めに最適、回復していいよってことね。まだ出てくる。おー、ありがたい、ありがとう。感謝することはなかった、こんな虫に今まで。よっ、よし、やば、これがやばい。嘘、マジ？落ち着け、落ち着け、焦るんじゃない。よっ、1回でいける、1回でいける、そこは1回でいって大丈夫だ。うわー、そんなにやり直しさせられるか。ちょっとソウル貯めますね。よし、いけるかな。よっ、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 よし、よっ、よっ、よっ、よし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 、いけた。これって、なんだ？本当にここが正解の道なのか？あ、壊れそう。壊れた。あ、ソウル。はい、ありがとう。あれ？これどうすんの？あー、こういうこと？ちょっと待って。何このカチカチエリア。今度は頭をずっとカチカチしながら行くってことか。よっ。あー、これ。ちょっと操作がな、あー、いっぱい取っちゃったソウル。大丈夫、いけるいける。だってこれは普通にね、下やってるだけだもんな。動くことはないし、ちゃんとこうしてれば大丈夫だし。うわー、トゲにも当たった。あ、よかった、こっからで。あ、どっからこれ。あ、こっからか。やばい、でもチャンスはそんなに残ってないぞ。ちゃんとやっていかないと。
いけてるいけてる。そう、そのままで、そのままそのまま、油断しないで。よし、いけた、よかった。これって本当に帰る道？難易度高くない？これなんかチャームとかじゃ、あーやっぱそうか、そうだよね、チャレンジエリアですよね、さすがにここは。いやーびっくりした。これどこ繋がってんだ、最初の方に戻るだけもしかして。うわ、なんかそうっぽいな。頑張ったものの、ここが抜けてスタート地点に戻るっていうだけか。あれっていうことは、ここは外れエリアっていうか、外れではないけどね、そのチャレンジングステージだったってことですね。ってことは右手か、ちょっとのあったんですよね、こっち側にも道が。どうしようかな、よっと。あ、一回戻らないといけなさそうだ、自分には。よし、で、ここを上に登って、あ、あそこかな。よし、こっちだ、多分こっちじゃない。あれ、そうでもないか。あれ、音がなんか変になった、急に。ここを下に、あれ違う、進んでる道がそもそも違うのかも。ちょっと一回ベンチ帰って地図書こうかな。地図によると、この右下がちょっと空いてるっぽいんですけど、こっちかな。あれ、でも道、あったあったあった、あ、よかった。単純にちょっとルートを見逃してた。あ、これは温泉のマークか。うん、覚えておこう。あ、で、これがトラムチケット使ったらいいんじゃない。あ、トランパスを入れますかって。はい、入れます。そしたらこれ、前見つけたところに繋がってんのかな。お、ベンチもついてる、なんて嬉しい。あれ、これもうついたってこと、どっかについたの。あれ、なんか出発する感じではなく、そうそう、これ、あ、なんか運転しなきゃいけないのかな。出発、あ、これだ。なんかぼんやりと光ってるボタンを押しますか。はい、結構強めに押したな。あー、なるほど、動くんだこれ、そのチケットだけで動く。道元力は一体何になってるのかわからないけれど、なんか電車の中の音っぽい音楽がする。この左上のなんか、このちょっと古びたこの音を出す機械から出てんのかな、だからこういう音になってんのかも。細かいな。そうそう、ここ、あれ、なんか全然思ってるのと違うとこに出た。あれ、どこだここ。すごい怪しげな世界に来ちゃったけど、なんだこれ。あれ、コニファーさんの地図、コニファーさんこんなとこにも来てんの。エイシェントベイシン、読み方合ってんのかな。古代のエリアに来てしまったか。ちょっと待ってね。うん、ベイスンって言って、まあ盆地のことらしいですね。速攻見つかってよかった、いつもそうしといてくれよって思うな。うん、ここはすごくね、古い洞窟だな。で、王国がね、上にあるから、その重さを感じたりはしないかって聞いてくれてます。まあもちろん、とてもね、重たいものなんだそれは。ああ、なるほど、下の方なんだな。で、こんなに深いところまで来た人はそんなに多くいないっていう風にコニファーさんが考えてるみたいで、だから君と僕、その私たちは、まあパイオニアっていうか、まあ、先駆者、ここに来た先駆けの人たちだっていう風に言ってます。少なくとも最近の歴史の中では。なるほど、ちょっと地図値上がりしてる。でももらいます、ないと困るから。あ、じゃあまずベンチ行くか。だからディープネスト、あ、だから右の方のボタンを押したらさらに電車が右の方に行くのかな。なんかすごいことなってんぞこれ、ちょっと硬いし敵が。また独自の生態系を持ってそうですね。
とりあえずじゃあベンチある方に行こうかな。こっちすぐベンチだし。悪いことは、あ、このパターンね。はい。150払います。払ってないです。払います。イエス。うわ、これ、左手いけないじゃん。ちょっと座らせて。はい。で、マップを書いて、右手の方になんか、よくわかんないものあるけど。なんか、ものすごく古い場所、っていうか、古い洞窟になるみたいですね、この場所が。ホニファーさん曰く。元気だなぁ。なんか、生き生きしてるぞ。てか、どうやって来たのって話はあるけど。あれ、これもしかして、行けないか？あ、届かない。多分届かないぞ、それ。ここまで来て。すごいなんかありそうな場所なのに。何あれ？ハンターか？ハンターっぽい顔はしてるけど。よっ。でもハンタージャーナルくれるだけだと思うしな。あんまりもう一度会う意味はそんなにないような気がする。ちょっと下の方を進めるだけ進んでみようかな。あ、久しぶりに見た。この、高貴なる種族よって語りかけてくれる人。この言葉は、お前一人のためだけのものだっていうね。我々の、ピュアな船、まあ、清らかな船、なのかな、は、まあ、登っていった。で、まあ、残ったのは、それを作り出した時の、ゴミと後悔だけだっていう風に言って、で我々はその場所にもう立ち入るべきではないってことらしいです。ほう、なるほど。なんか作り出したのか。まあ、残ったのはゴミと後悔だけって言ってるけど、それがここに残ってるってことなのかな。下の部分はこれだけか。まあそうですよね、行けるところここぐらいしかないし。一応ですけど、ベンチのところに戻って、地図は書いておいて、まあ、地図書けば、その道が、もう繋がってないか、とかは、まあ、隠しエリア以外はわかるからな。ああ、そうみたいですね。なんか電車で右手の方のボタンもう一回押してみようかな。そうすれば、また違ったエリアに行ける、だと思いますけど、本当コニファーさんすぐ見つかってよかった。まあそもそもあんまりここは広くないのかもな。多分そうなんじゃないか。ん？なんか今出てこなかった？むよーんってそこにあった？もともと。あ、やべ、よっと。よし、じゃあちょっと列車のところまで戻りますって言っても結構近いからな。すぐ戻れます、よっと。あ、そうかそうか、この左手の方は？あ、でも、電車の道だから、あ、でも下にも行けるぞ。でもって言ってるけど。ん？あ、また違うとこに。あれ？こいつ、ボスじゃなかったの？しかも、ちょっと、おい、ちっちゃい方が強いっていう説あります。危ねえ。動きが素早くて。ブルーディング、あ、もしかしてイモムシ？よっ、でも、動きは見切った。あ、落ちてった。ちょっと待て。倒させて、それは。それは、倒させてください。よっ、デソレートアタック！デソレートダイブだしね、しかも。お、待て、助けてやる。今、助けてやるぞ。いや、これ使ってあげよう。せっかく消費量抑えてんだから。ベンジフルスピリットも使っていきたいですね。よーし、イモムシ救出。あれ？もう一匹いる？もう一匹いるな、これ。どこだろう？あ、でもハローネストの紋章っていうか、証がそこら中に装飾してある、ここ。どういう場所？ん？これ以上壁蹴れないのか。あれ？左手の方から声がしてたけどな。ん？え？大丈夫これ。
またおかしなところに来てるような気がするぞ。よっ、よいしょ。あ、しまった。よし、食らった今。あれ、今の食らった？ちょっと格好つけてデストロイドダイブかっこいいから使ってみたんだけど、ちゃんと当たってなければ意味ないな。あれ、これクロスさんの武器じゃないよね。クロスさんが持ってた武器とすごく似てるんだけど、違うと言ってくれ。何がカラカラ言ってんだ。あ、出てきた。なんか大丈夫、元気になった？あれ、うん、我が友よ、あなたはあの生き物たち全部倒せるの、倒したのって。うん、あー、なるほど。その言うのが恥ずかしいんだけれども、私隠れてたので、あの恐ろしいね、奴らが私を追ってきて、私は走って逃げた。で、まあ、もしあなたがここにね来てくれなかったら、私が生き延びてたかどうかなんてことは、まあ、誰にもわからないっていうか、わからなかったわって。うん、それで他の人たちっていうか、まあ、みんなが私を恐ろしい戦士だっていうふうに思ってる。まあ、それはそのクロスさん、こういうふうにちょっと体が大きいからそういうふうに見られてるんですけど、でもこの王国の獣たちにはその私はかなわないんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよっていうふうに話してます。なんかちょっと悲しい感じになってきたな。おわーと思ったらびっくりした。あ、バクサ、びっくりした。あ、弱気になってた自分をこうカツを入れたわけね。もう十分だ、もういいって言ってるふうに言ってます。うん、自分の弱さに沈むことはできないわ、まあ、君みたい、あなたみたいに、私もその強さを手に入れなくっちゃっていうふうに言ってます。元気になった。だからあなたは、まあ、戦いにおいてすごく自信があるように、まあ、行動してる。で、あなたは自分の敵を前にして恐れを見せない。だから私も、同じように自分のベストを尽くすように頑張るわっていうふうに言ってます。そうか、元気になってくれてよかったけど、なんだろう、なんか悪の力とかに手を出さないでね。力を欲するあまりみたいな、それだけはちょっと勘弁してもらいたいけど。うわ、ここもうすごいな、どうなってんのこれ。よし、やるか。これはどっちかっていうと、ベンジフ、こっちに逃げて、このベンジフルスピリット連打でどうにかなるでしょう。あれ、なってない、ソウル足りてない。あ、と思ったら一匹は死んだぞ。よし、さらば、もう大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫大丈夫だよ、大丈夫大丈夫大丈夫だ、よしよし。あれ、なんか今こんなんで大丈夫か。何を大丈夫大丈夫言ってんのか。あ、ペールウォアだ。カジヤのとこに戻りたい。てか、イモムシどこ、どっかにいるはずなんだけど。どこだろうな、上の方か、どっかに鳴き声がしてるけど。ペイロワーがこんなとこにあるなんて思っても見なかった。あれ、下かな、この、うっ、やばっ、しまった、そうだった、これ鳥の声だった。そう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 、これ爆弾鳥の声じゃんって前も言ってたな。よっ、気づいてました、みんな、もしかして。それ芋虫の声じゃないよって気づいてました。ちょっと待ってね、これ体力回復した方がいいわ。死にたくはない、こんなところで。どっから始まるか分かったもんじゃないからな。まあ、さっきベンチのところか、下の方の。よしよし、爆弾取りもスルーして、よっ、まあ、あれはほんとスルー。